乗り越えて楽しさ。今日は近くのカフェのイベントに来てるんだよ。みんなで袴を着て大正ロマンなんだって。袴とっても可愛いにゃ。これって昔の女学生さんたちが着ていた制服なんだよね。リン、女学生さんに見える？同じ制服でも音の木坂の制服とは全然違うんだね。裾が長くてちょっと動きづらいけど、なんか気持ちが落ち着くにゃ。毎日この袴を着て授業を受けていたら、海ちゃんみたいな大和なでしこになれるかなって。そんなことしたら先生に怒られちゃうよね。袴も可愛いし好きだけど、やっぱりリンは音の木坂の制服が一番かな。だってミューズのみんなと一緒でいられる制服が大好きだもん。もしもずっと